皆さんこんこにちはブブッシュンブレードの大泉ですえー、っとですね今回はこちらヤクルトナイフについて少し話をしてみたいと思いますヤクルトナイフそうですねあのツイッターなんかであのナイフ関係の人たちの間ではちょっとこう話題になって時々あの話題として上がってるナイフなんですけどもまだまだこう情報が日本語での情報は少ないようですねちょっと。 えー、私の知ってることを簡単に話してみたいと思います、えっと、まずはですねヤクートナイフって何というところからちょっと話をしてみたいと思いますロシアの北東地方に住むヤクートと呼ばれる民族の使ってが伝統的に使っているあのナイフになりますでこちら、えー、私が作ったものなんですけれども、えー、こういう形をしておりますでこちらのヤクートナイフなんですけれども えー、見た目がものすごく他のナイフとは違います、えー、もうパッと見から違うんですけれども見れば見るほど不思議なナイフです、えー、ちょっといろいろ見ていきますねまずこう目に入るのがこちらのブレードですね、えー、こちらのナイフ右利き用ですこちらあの日本でいう裏付きのようなこう単造で入っておりますけれどもこれが表側についております でパッと見ね日本人の感覚からするとこれは左利き用なんじゃないかなと思うんですけどもこれで右利きになりますで裏側ですねこういう感じですねここ,こうコンベックスになっておりまして切り刃ちょ少し強めにセカンダリーベベルをつけてあります柄の方はカーリーバーチとか白樺のコブ材を使ってこのような感じ結構シンプルストレート目の絵を 作るののが、えー、基本のようですであと少し太めですねプーコなんかと比べるとかなり太く感じるくらい太めになります。でこのデザインっていうのがですね例えばこう冬寒いもう極寒の地ですよねで、あのー、凍った魚とかを切ったりとかですねそういうことに向くようにデザインされてるようでしてそのためにこう太めの絵そしてこの、あのー、かこちらがこ裏がコンベックスでこち こちら側がフラットというのもですね凍った肉や魚をこう削ぐ時にものすごく使いやすいですでもちろん木工なんかする時にもねあのこう木をガガガガガッと削る時にすごくよく切れてくれますこの形の由来なんですけれどもあのヤクートの有名な鍛冶屋さんですねあのヤクートナイフの鍛冶屋さんとあのちょっとネットでお知り合いになりまして話を聞きましたところ 昔からやはりあのこの鋼良い鋼というのが非常に手に入りにくくてでえ節約して使うために編み出された形という話ですですのでヤクートナイフ、基本的にものすすごく薄いですえ鋼材ですね鋼材は大体3ミリくらいでものによっては3ミリ以下のものを使って作るんですけれどもでその薄さで作るとですねやはりこう。 強度に問題が出てきます特に凍った肉なんかをガリ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 切るような時なんかには、えー、薄い刃物骨幹の環境で使うとものすごく、あのー、折れやすくなりますで。それを克服するために鍛造で反対側へこう膨らませましてこうなんていうかパイプ状のような形にするんですけれども、えー、それで強度を出した。 というのが始まりのようです。はいでこちら作りの方をちょっと話ししてみたいと思います伝統的にですね非常にシンプルな作りになりますやはりあの民族刃物の実用第一なのであまり飾り気の強いものは少ないようですねで基本的にブレードそれにタングがこの辺ぐらいまで入りましてあのー、コンシールドタングになりますで えまあこちらから穴を開けましてこれをズブッと刺すだけというタイプですね非常にシンプルな作りですでシースの方もですね多少飾りとかは入れるようですけれどもまあこういう感じの本当にもうただシースというものが多いですであのプーコと同じようにやはりこちらにあの薄い皮を使いましてあの刃の部分には木製木のですねあの中ごを入れるタイプになります で釣り方はですねプーコはあのバックスティッチなんですけれどもヤクルトの場合はサイドスティッチでこういう感じに紐をつけまして腰へこう下げるようになりますそしてですね刃の付け方が非常に特殊になります、えー、理由はですねこちらのこの片側がコンベックス片側がフラットというあの左右非対称のブレードですので 絵にそのまま入れてしまいますとまっすぐあの普通のナイフのように入れてしまいますと自然と持って使った時に切り角がものすごくおかしいことになってしまいますで滑っちゃってうまく削れませんので全体の歯の全体のこの角度を見て少しねじった状態で入れますですので、えー、切り場が柄の中心 ですねで後ろの方はですねこのバックスパインですねバックの部分が柄の中心から少しずれて入れてありますこうすることによって、えー、片刃のような刃物なんですけども実際には両刃になりますでこちらのヤクルトナイフなんですけども木工なんかにももちろん使うんですけれどもいろいろ資料ネットとかあと ヤクルトの鍛冶屋さんの話から聞きますとやはりどちらかというと狩猟ナイフととして使ううことが多いようですであとヤクルトの、えー、民族の、あのー、伝統料理の中に凍らしたガチンガチンに凍らした、えー、ホワイトフィッシュですねそれをこのヤクルトナイフを使ってずっと削いでで凍らしたまんまお刺身のような感じで食べる、えー、民族料理があります。 でそういう使い方ですね凍らした肉や魚を削ぐという作業、えー、私もちょっとやっ,たやってみ見たんですけれどもものすごく削、えー、ぎやすいです。えー、でこのこちら側がこうコンベックスというこのこの、えー、ジオメトリーですねが、あのー、すごく不思議と、えー、そういう作業削ぐという作業には非常に向いてるということに気づかされて驚いたんですけれども。 そういういナイフとなっております、えー、簡単にでしたけれどもこちらの,、えー、このヤクルトナイフについて話をしてみました私もまだ勉強中ですね、えー、ヤクルトナイフも数本打っただけですので、えー、まだこれからもっとこう勉強して、えー、こちらのナイフまた作ってみたいと思いますけれども、えー、興味のある方はですね、えー、こちらの今回作ったこちら、えー、私のホームページから購入できますので、えー ぜひぜひあの私のホームページの方へ行って、えー、見ていただければと思います。それではヤクルトナイフでした。もいもい